先週車をぶつけてタイヤ1本いかれちゃって、マジで金やべえっすよ。前回はお休みしてすいませんでした。今回は張り切って負けていきたいと思います。バイトが決まりました。お世話になります。コールセンター。マンバリーは心の筋トレ。ボートバカ1台。はい、ボートバカ1台始まりました。おおよそ2ヶ月ぶりぐらいですかね。そうですね。もうね、各ボートレース場遊びに行ったらよう言われましたよ。ボーバカまだですか、ボーバカまだですか。はい、言われますね。はい、今帰ってきました。はい、2ヶ月ぶりですね。そしてね、マリバ、前回ちょっとね、僕4ヶ月ぶりですね。そうだね、お休み。すごい久々です。お帰り。ただ今です。待ってたよ。もう張りたくて張りたくてしょうがないです。おお、やっぱりちょっと喋れないかもしれないです、今日。で、出た。いや、違う。あの、立場は俺が一番下だから、今日。あ、今日。やっぱ前回休んでるんで、まあね、頑張らせていただきますということで、翔さん、よろしくお願いします。おいおい。こんな感じ。やっぱ、いや、一から。はい。いや、なんか前回さ、翔が結構さ、かなりマリオのこと言ったからさ、マジであの、来た時にはぶん殴られるんじゃないかと思ってさ、ちょっと。体調管理も仕事の。まあね、まあね、まあまあまあ。251の一件です。センスねー。あのデブクソだな、マジで。これマジで。やっぱ休むのが一番悪なんです。あ、休んだらもう何言われても、はい、なるほどね。もう下から一番下の立場からゴツゴツ行かせていただきたいなと思います。うわー、怖い。まあ本日はですね、ボートボーイカップということで、はい、一般戦ですよね。ボートボーイっていうこのボートレースの雑誌が、はい、まあ、ありまして、こちらの、まあ、冠。僕もね、ボートボーイ毎月定期購読。本当ですか。はい。なんで嘘なんで嘘なんだよ。これじゃねえのかな。いや普通にジャンプ買うのと一緒、感覚は。あの、一応僕と翔が、まあ、昨日、はい、あの初日ちょっと気配を伺いにやってきまして、でやっぱね、非常に難しいです。今までで一番難しいと思います。俺も最難関レベルじゃないかと。面白いですね、逆にね、うん、何が起きてもおかしくないっていう、この楽しみ。まあ、あと1個だけちょっと僕提案あるんですけど、お前さんから話そうと思ってて、はいはい、前回ちょっと前借りすぎたじゃないですか、うん、でこの番組って本来5万円をちゃんと使うと、はいはい、確かにね、本来のルールはそうだね。そうですよね。だから前借りを禁止にしないかと。おいかがでしょうか。おめえが言うねん。じゃあやっぱ僕もあのちなみにだけど、前借りってなるの悪いから、俺と栗山さんはあの借りたら払ってんの。そうなんですよ。で、マジの前借りになってるのはショーだけなんですよ。前借りはするんだけど、まあ、実質ね、だからもうノーギャラにはなってるけど。そう、なるほどね。今回やってみましょう。まあね、本来の形にちゃんと5万円を計画的に買っていこうじゃないかと、うん、どうでしょう。まあまあ一応そのつもりで行きましょうと、はい、いうことでね。予定で、うん、予定は、はい、ママはそれこんな感じのです。ということでね、本日、まあ、一般戦の2日目ということですけど、今日はね、またみんなね、笑って、勝って、帰りたいと思いますので、一日頑張りましょう。はい、それではよろしくお願いします。お願いします。はい、ということで、実はね、皆さんにお伝えしたいことがありまして、こちら、ママゴリリージャンカード、こちら、購入すると200円につき1ポイント貯まってって、そのポイントがなんとキャッシュ、現金として、ポイントが還元されて、それで船券買えるんですよ。えどんぐらい貯まってるかちょっと
見てみましょう。お、暗証番号あれですけどね。店員とかもあるんですけど、こちらポイントを電子マネーにする。で、私が今19,34ポイントなんですよ。すごい、はい、19,34ポイント。これが10,000円ではないです。買えれるのはこちら10,000円ポイントはなんと15,000円にキャッシュバックできる。おお、すごい、 1.5 倍。はい、もうしちゃいますよ。じゃあ私今、口座、まあ、今17万球、勝ってるから17万球入ってますけど、こちら、キャッシュバック、もう一回タッチすると、ほら、僕の今の持ち金が、すごい、15,000円、増えていると。本当だ。はい、100円でマウス当たってるんですね、これね。ただね、すごい1万ポイント貯まってるってことで、私がいくら投資してるかバレてしまうんですけど、ボーバーカーの期間でいくらだから、あれなんですけど、とにかくイージャンカードお得なので皆さんも作って、ぜひとも、レースを買ってポイントキャッシュバックの、まあ、やってください。はい、ということで、はい、ここからフルゲン勝負に参りますが、本日のゲスト、パチスロ秘書ガイド中年一番星、中竹一日二年先生、よろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。よく、まあこんな素人呼ぶね。いや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 、だって船剣のね、その勝負に関しては多分僕らより古いじゃないですか、うん、もうね、わらび地元がね、埼玉県のね、はい、あ、上下でもう戸田、川口温度、浦和競馬のトライアングルの真ん中に住んでたそうなんです。ああ、もうエリート、もうみんなやってた。エリートね、やんなきゃいけない流れ、やんなきゃいけない、うん、2連複、2連単しかない時代ね。ということでね、だから、はい、僕らより、まあまあ、多分昔からやってらっしゃる方なんで、うん、まあ、今更ね、ああだこうだ僕らが、ね、レクチャーする必要もないので、今日はね、ガチね、勝負に行きたいと思います、うん、中竹さんって誰かと争うイメージないんですけど、はい、これはルール的に5万円プラスで終われたらボーナスが出る、うん、お、そうです、はい、5万円以上プラス1人しかもらえないんで、それ得意だ。そこ結構バチバチにバチバチにやることになっちゃうんです。やるよ、やりましょう。いいですか、大丈夫ですか。もう俺計算早いからね、はい、うん、本当だよ、見たいな。でも中竹さんのこういう本当だよ、見たことないですもんね。まとまってから喋ろよ。ごめん、全然まとまってないで喋り出した。相変わらずごめんね。ね、ふわふわしたまま、ね、今いろんな人がね、ボートやってますけど、ね、どんな詳しい人にも勝ってない。そうなんですよ、そこなんですよ、そこに俺勝機がある。だから俺秘策があるんです。あるんですか。あるんです。私の名前知ってますか。中竹一日二膳。一日二膳、はい、一日二膳、一二膳、もう全レース、全レース1-2-0。おお、もう書いてある、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 これ書いてある、すげえ、マジ、まあ、全部書いてある。まあまあ安いっすよ、多分。まだ金額はまだ安いっすけど。なるほど、12枚分。あ、面白い。うわ、すごい、すごい、それはすごい面白い。俺もなんかそういうのやりたいな。ちゃんとね、順番にね、並べたんだけど、今ごめんなさい、大丈夫か。大丈夫、大丈夫、まあ、見れば分かることなんで。じゃあ今日は、その一般戦、ボートボーイカップということで、まあ、割とその A1 とかの選手少なめなんですよ、うん、まあ、1号艇がね、柿内選手、女性の方ですね、はい、2号艇高野選手、3号艇半田選手、4号艇浦部選手、5号艇近藤選手、6号艇泉選手ということで、ここだからスタート勝負になると思うんですけど、伊藤垣内選手、展示ではしっかりスタートいった。多分ね、腕的に言うと、時点はこの2号手の高野選手なんですよ。いろんなところで結構ね、見る名前ではあるんですよね。そうなると、それこそ1、2とかなるんじゃねえかっていう。ありますね、これは。左取っちゃいましたね。ありますね、はい、いや、これありますよ、1、2ありますよ。あとは、うん、いくらぶっ込むかって。そうですね。どうですか、じゃあ昨日一応レース見たジャスティン、はい、どう。僕は垣内選手はちょっと厳しいかなって思ってて、あ、そう、逃げるのは、うん、高野選手が昨日08スタート、多分まくりも視野に入れて2頭もう1切って買おうと思います僕は。で、前回ちょっとお休みしちゃったマリブは
もう僕は第一レースは正直、はい、あの熱くはないと思うんですよ。まあね、うん、どれが来てもおかしくないっていう、そのいい意味ではないどれが来てもおかしくないっていう感じなんで、まあ1から、来そうなところをちらほら、まあ、始球式ぐらいの感覚で、ね、はいはい、貼って、まあまあ、来ればいいかなっていうような感じです。コリちゃんは？僕はもう僕も1かな。でもちょっとなんかだからイッチさんもよく昨日の見て言ってた、はい、もうこうなってもおかしくない、こうなってもおかしくないっていうのあるから、ちょっとだから今まで手を出せなかったボックスとかも今日ありなのかな。なるほどね、あ、確かにこのメンバーであれば、はい、まあ、はい、まずはね、皆さんファーストヒットを目指して、はい、第一レース購入しましょう、はい。マリブは、1が、まあ、1着取るんじゃないかなっていうところで、1256、とで、まあ、1000円と500円、これ当たれば結構でかいんで、まあ、この調子で転がせていくように頑張りたいなと思うのと、ちょっと気づいたんですよ、ここにね、ボトバカ1台もあるんですけど、これ気づきました、これ俺の名前が最後になって休んだから、全てを失ったよ、俺1から頑張ります。一発目は、さっきちょっと話した通り、2と3の頭からで、ちょっと広めに変えました。今回1234で最後が12345、もう一つあのジャスティン切りで1頭変えました。で2を切りました。これはもう僕が外す前提、僕が押した選手は来ないってことが昨日もめっちゃあったんで、それを考えての、ジャスティン切りが、1の35の差し後以上です。というわけで、私はボックスでちょっと行ってみたいと思います。5万円以内っていうことで、ちょっとやりくりが難しいなと思うけど、まあやってみますわ。まあ僕が生まれ育ったのはもう旭川という田舎の町で、あの小学校の時もよく言うこと聞かないみたいな通信簿にも書かれてて、まあそんな生い立ちですけど、まあ今日はちょっともう何言ってんの、何言ってんの、まとまってたじゃん。でも宣言通り1-2-0で、他もねなんか可能性あるかなと思ったら買おうかと思ってたんですが、もう私的にもいろんな予想的にも、まあ、1、2頭の固めなんじゃないかなと、ちょっと2000ずついっちゃいました。大丈夫ですよ、他は買いません。なんか何、旭川で生まれたの。ホタルちゃんが働いた病院、旭川ですね。あの、たまこちゃんね、その話ちょっと後でにしません。あー、始まる、一回始まる、誠意って1番、歌番、3番、4番、5番、6番の進入です。さあ来た、あーいいね、いいんじゃない、これ1、あー逃げる、いい、あー下級さんはスタートいい、いや5だ、外が、あー5だ、来い来い、いやでも1も、あーでも1で大丈夫だね、あー逃げたな、頑張れ、逃げた、うわー、余裕だよ、1-3と、あ、3が来ちゃった、1-3、2大丈夫、2大丈夫、絞りすぎた、1-2-0あんだよ、もう来た、5-6、頑張れ、あー、ダメだ、3だ、3、2、1-3-2、まあ、2切ってんじゃん、1-3-2、すみません、2押したんで、2来たんですよ、1-3-2、1-3-6とかならまだあるかもしれない、あー、まだあー、6いった、分回した、あ、ダメだ、1-3-6か1-3-4、あ、でも6だ、 6? 1-3-6か4、あ、6だね、完全に6、1-3-6できた、1-3-6高っ、これ、インからにしては相当高い、高い、なるほどね、絞りすぎましたね先生、1-2-3-0でこれドタカメですよ、すげえ顔してる。次から絞っていきます。ただですよ、
うん、僕が押してたにやっぱり飛びましたね。そうなんですよ昨日からそうジャスティン切り。そうなんですよ。だからこれは正解だったんですよ。135でなあ自分を切るっていうね。自分を信じて切る。ああ、じゃあ次のレースもちょっとまずショーが押してんのを言ってもらおう。そうそう、そうです、みんな参考にね。おお、5150円。こんなつくんすか。うわー、そう、しょうがない。俺しょうがない。はい、切り替えよう。まあ、こうなってもいいようにそんな熱く張らなかったんで。まあね、まあ最初は様子見ですよ。はい、先生がもうね結構張ってたけど次からちょっと薄く一番ギャンブルでやっちゃいけないやり方ですからそれさあ、じゃあ第1レースヒットはなしということで第2レースに参りますけども、1号艇が野田選手、2号艇が、松田選手、3号艇花本選手、4号艇染川選手、5号艇藤原選手。この選手がね、勝率1点台なんだけど正直めちゃめちゃいいモーターを積んでて昨日3着入ったと。6号艇鵜飼選手と、はい、まあ、前付けするのが、まあ、定説の鵜飼選手ですね。多分正直そこまでちゃんと今展示見てなかったんですけど、チャンスあれば6の鵜飼さんはもっと中に入りますよ。で僕はだからこの5番の人のモーターすごく買ってるので3着あたりに5絡めるのおすすめかなと。ショーの推しは？僕の推しは来たいね。これでも僕は染川選手から買おうかなと思ってました。あ、みんな聞きました、ちゃんと染川切り。ちなみにですね、僕は染川選手を切ります。もうおお、もうここで割れちゃったもんね、はい、そうですね、僕は切ります。もう練習してて転覆しそうになってたんですよ。なるほど。僕はこれ、はい、5と6入れます。俺も5と6入れたい。わかる、わかる。俺1、2、5、6のうまいことそれを組み合わせようと思った。1、2、5、6、あ、ボックスにしてもいいんじゃない？わかんないな。ここはボックスありっすよ。結構いくでしょ。24点でしょ、うん、みんなあれこれ言ってっけど、はい、これ皆さん勝ちたいレースとかどうなんですか？どんぐらい勝ちたいのか。例えば今4月です。はい、4月、昇級降級、はい、そうですね、かかってる人、はい、わかりやすくですね、鬼滅ってのがあって、4月いっぱいでこの A1 とか A2 っていうのが審査されるボーダーが終わりなんです。4月いっぱいまで、うん、だから今スレスレに、上か下かどっちかスレスレにいる人は、うん、今いないんですね。あ、いない、あ、いないの。まあ、詳しい、このレースには、はい、詳しい、出てないの じゃあどうなんですか用意してた球がもうなくなっちゃった今口は災いのもとだと思う、ね、で先生は1、2買うんですか？まあ、買いますよ、もう1、2から1、2から、まあ、ね、金額は変動しますけど、はい、うん、もうひよってるじゃないですか、抑え気味で。何をビビってんすか？ビビりますわ、これ全然対抗はしてこない今まで来たね、エンジャーションバッジとか、なんかみんな対抗してくるじゃないですか。じゃあやってやるよって言うと、怖いっすそれまで突っ張れる根拠がない。大人なんすよ、大人す、ね、中竹先生は大人、根拠がないんですよ。1、2以外は買わないんですか？いや、買います、今回は。ほうほう、まあ、ちょっと3、6あたり混ぜようかな、混ぜたいな。ということでね、皆さん、翔が言ったよう絡めるのか絡めないのか、考えた上でご購入ください。勝負だ。ボックス。ちょっと今日はだからいつもやらないような買い方でちょっと雰囲気を変えてみて、前回も大負けしたし、まあ、最終の方にはこれに寄っていくんで、最初はやっぱちょっとこうやって、まあこれちょっと来たら面白いかな。ただまあなんやかんや500円ずつにしたけど、こんなのあるってね、あんだけ5万円って言われると厳しいかもちょっと頑張ってくる我慢とりあえず宣言通りの、まあ、1、2でちょっと500円ずつにしました。あとは個別に、まあ、1、6、3、2を1頭に、これでちょっと2ターンぐらいまでは熱くなれんじゃないかなと思います。はい、私の買い目はこちらです。15236、そして12365というね、この藤原選手を軸というか、まあ、野田選手が飛んだら元も子もないんじゃないんですけど、まあ、一から買うしかないのかなっていう感じで、まあ、こう信じると。このペースでいったらちょっとやばいですよね。当たんないと
早くも1万円がなくなってしまうと、当たってくださいという感じになります。はい、宣言通り4頭からで、4が突き抜けた時についてくるのは5の藤原選手だろうということで、4前後と4号前、4がまくりに行ったってことは5の藤原選手にチャンスあると思うんで、5頭、5の1、4なし。なんだかんだ言いましたけど、結局、僕の言った選手は来ないってことで、普通に1頭で1、2、4、5、2、4、5、こちらもちょっと勝っときます。これは自分もゴス選手が来ないのも信じて、これもちゃんと押さえていきます。以上です。自分が2人いるってこと。いや俺ちょっと絞りすぎちゃったかも。じゃあまずここっすよね。どこまで前付けいくかじゃないですけど、まあ多分4コースかな。あー、展示通り花本がやっぱ抵抗気味だ。気味ですね。4来られると困るな。でも4に展開できるよ、この感じは。あ、うっかいさんが引いた。え、引いた、話変わった。うっ、これこうなるとうっかいさんに展開できちゃうんだよね。6頭で変えてんのだって、栗だけじゃない、ボックスで。ボックスですから。いや、これマジ6、1、5とか余裕であるよ。いや、うまいな、それは。やば、これ。いや、助かってくれ。これ、これ、うかいさんさん、うわ、3が遅れてる。6来る、6だ、6だ、6頭だ、6頭だ、いける、させ6だ、うわー、5か6、もう5か6間違いなく、あ、6だ、これ行ったんじゃない、これ、クリ行ったよ、クリやばいって、マジで。いくら買ってんの。500円、これ、ま、これマジでやばい。あ、でも4が絡んだ。いけ、いや、4がちょっと、あー、当たった。え、6、4だ、任天堂。うわ、これ超高いよ、これ。4来たの、これすんげー高いよ、これ。やっぱりね、間違いを予想するゲームだ、これ。いや、今のはね、並びがね、あー、4行かないかな。え、これ4、6、4、5、しごろボックスや。クリ来たよ、クリ来たよ。いや、でもあれどう見ても6-1だったよ。どう見ても悔しいな、これは。鵜飼さんが角になって引っ張るって分かってればがギリ変えたっていうね。え、今のクリ行ったと思ったな、正直。だってあの4が1でも2でも当たりなわけだからね。そうなんですよね。3万3000。いやー、いやー、取りたかった。これはでもね、角ダッシュって分かってれば、それは展開は6に向いちゃう。鵜飼さんのナイス判断ですね。今のはナイス判断。まあでもだから面白いね。そうね、結局のところ OK。 いやー、今のビッグレースでしたね。特にクリは抜けたところは完全にもう6号でしか見えなかったからね。そうですね、6号の1とか、1が頑張ってくれるやね、もうちょっと。そして次のレースもね、少し並び変わりました。123の564ですね。4選手が自己点かなんかで外行くんですよね。はい、パンパンらしい。なんで、なるほど、この並びは変わらないと。はいはいはい、はい、これは。じゃあ一応選手の方を紹介します。1号艇が長谷川選手、2号艇林選手、3号艇小野選手、4号艇今泉選手、5号艇原田選手、6号艇が江田選手で、昨日見た感じだと、まあ、この林選手2号艇と、うん、この6号艇江田選手はまあ良さそうだなっていう印象でしたね。林選手はね、その腕というか足すんげえ良さそうに見えましたね。6号艇の江戸選手はもうまあ A1 なんで、まあ上手いのはまあ当たり前なんですけど、まあ、今節の中だとだいぶ上手な方に入ってくるって感じでしたね。うまかったっすもんね、昨日も。誰か叩けるような選手いるとしたら江戸選手ですかね。1叩けるとしたら、うん、僕はこれもう見えましたね。うん、どう？どうした？完全にこれは6頭です。なんでですか？江田選手もう平均スタートがもう別格ですね。まあ A1 ですからね。はい、うまいし、で仮にまくりきれなくてもこの人はやっぱ上手というか、まあ展開ももちろん上手でもあるってことで、うん、正直16と61だけで、うん、いいんじゃない？なるほど、これ。この折り返し。じゃあクリちゃんどうですか？いや、僕も6の江田選手は気になってます。結局 A1 ですよね。本当そうです。本当にうまい。なんか見てると僕も初心者ながらに
感じます、それは。だからこれは僕買うとか関係なくて、本当に多分買った方がいいと思います。なんか目力ある。すげえまっすぐ見るね。本当に自信あるというか、僕昨日見てるんで、レース。翔太でもああいう目してる時って大体嘘ついてる時なんですよ。金借りるって時の目です。嘘ついてる時の目なんですけど。嘘じゃん、じゃあ。絶対貸します。見てきた。先生はどうですか ?1、2。でも皆さんね、まあそれは基本買います。はい。だけどちょっと、あんまり皆さんの話聞いてると、でも6押しがね、そうです、僕はもう6押しです、うん、で言われてみると、あるよなって確かに、しかも流れ的にね、6、6来てるんです、今日は6の日かもしれないんでね、あるんで、まあ、1、2前はとりあえず買うけども、はい、まあ、6あった、まあ、6、2着ぐらいとかもちょっと考えてみようかなと思います、うん、まあ、じゃあ、マリちゃんは僕は、2頭おちょっと気になるのが3頭、はいはいはい、っていう感じ で5、6が2着とかに2着3着とかなのかなと思ってたんですけど、うん、まあ、1着に来る可能性とかも含めて、結構広めに買おうかなと、当たってないんで、そうですね、まずは当てたいと、はい、広めで行きたいと思います、うん、よし、じゃあみんな買って当てましょう、はい、私の買い目は、まあ、宣言通りの 1,2 銭、まあ、500円ずつですね、ちょっと弱気です。でそれとやっぱ皆さんが言う6頭と、まあ、この辺絡んでくるんじゃないかなっていうのをちょっとパラパラと、これもまあ控えめになんか切りよくしたかったんで、合計4,000円、これでいかせていただきます。以上です。じゃあここは僕もさっき言った通り、6、1、前で、これちょっと6、前、1で、1、6、前でですよ、こんだけ押すってことは飛ぶ可能性がある、サンチャは入ると思うんで、腕がいい選手なので、これですね、ジャスティン・ギリガイは1、2、3、5、2、3、5、6、4の今泉選手はちょっとねっていうのがあるので、それ以外のまあ、流し一頭で、買いました。私はこちらですね、2頭と3頭から、買ってみました。2頭1356、1356、3頭も同じような感じで買って、ちょうど2のねオッズ的なところで、安めなところを、厚く買ってと、気づけばまた雪だるまが膨らんでおります。この辺でどっか当たってください。まあ翔があんだけあんな目をして僕に訴えかけたら、やっぱ可愛い後輩の意見を裏切るわけにいかない。僕は16の2連服で1枚、まあ3連単で1661で組み合わせてもいいかったんですけど、まあ一緒になっちゃうのもあるらしい。僕は僕なりの回からこっちでちょっと勝負をかけます。あら、かまいやー、まあここね、まあ、枝尾選手どこまでまあ展開来るかと。枝尾選手信じたよ、信じて。俺はどうかな。俺も本当シンプルに信じたよ。いやこれマジでお願いします。うん、1がねやっぱイン握率高いんでね。そして2が差しに構えるか。あ、スタートは揃ったかな。グッド。2頭3頭2頭3頭。3がすげえ締めてってる。3がゴリ締めしててるね。いや、いけるいける、うわ、まくった。3だ、いけるいける、大丈夫。3持ってる。3、1 3持ってるよ。2、枝尾さんがついてきた。3、1 3か。あー、でも1、3になる。1、3になる。1、3になる。そして興奮しすぎてこれが取れてないのだ。ブチッ。あー、3、1になる。3、ダメだ。あー、1、3、今のところ1、3、6まだ分かんないです、まだ。いや、ダメでしょ、これ。いや、もうきついべ。1、3、6ショー、これきついべ。いや、まだあるこれ。まだある？3、頑張れ。うわ、3すごい、つけまえ。うわ、届かない。3スタートよかったね。3当たます。なるほど。これでもね、まだあるね。あの3番の小野選手、ぶん回し。ある。あー、いい差し。あー、届かない。ダメだ。これは難しいな。惜しかった。ちょっと夢見ちゃったな。あ、賞取ったの？よっしゃ。1、3、6？え？取ってます、俺。買ってるんで。あれ1661しか変わんねえ数じゃねえかよ。ジャスティン切り替えだよ。
どういうやつなの本人が本人の聞いて買うって当たり前みたいな、なんだよそれ。俺、お前を信じて一緒に共に心中しようっていう、1661しか買わねえっす。最後の3はどこにもいない。人のセンスに良くないっすよ。いや、あんな目で見てきたからクリさんってギャンブル自己責任ですから。お前の意見で喋る。22.3倍。あ、まあまあまあ、あー、なるほどね。ネックストラップがマリブのネックストラップ切れ切れた上に外してるから切られそうになる。切られそう。はい、それでは第4レース、1号艇落合選手、2号艇西村選手、3号艇吉原選手、4号艇藤田選手、5号艇田中選手、6号艇茂木選手です。ここ急に強い人がドバッと出てきました。昨日現地で見てましたけど、1号艇の落合選手はその3コースからね、すんごいまくり出ししに行ってズボッとね、入るレースがあって、あ、そうですね、正直、足色良さそうで、意外とあれって思ったのが2号艇の西村選手。 A1 なんだけど、昨日の走りを見てると、おや、そうでもないかなっていう印象でしたね。で、その足色的に言うとこの吉原選手、3号艇が良さそうという評判、そしてさらに上行くのがこの4号艇藤田選手の足じゃないかと。僕ら昨日見てる限り、藤田は覚えておこうって昨日言ってたわけですよ。ぐらいすごかったですね、藤田は覚えておこう。で、田中選手はまあ新人の若い方なんで、まあ、置いといて、そして茂木選手はこれまたあれ足良さそうだけど、レース見るとあやっていう印象だったんですよね。だからいいと思ったのは1、3、4の選手どうですかね。じゃあ、クリちゃんに行きますか。6のジューボク選手は、ジューボク選手はまあ分かりやすく言うと、う、はい、ジューボク選手はどうなんですか。なんて読むか忘れちゃった、本当に。ジューボクに全部持ってかれちゃった。まずジューボクを処理しましょう。あ、まあでも藤田選手でもな、4から1着取りますかね。あの、全然あると思う。マジっすか。全然、昨日の感じを見ると全然あると思う。でも言ったって西村選手も、あ、サイソン選手も A1 なわけですよね。サイソンウィン、はい、サイソンウィン選手、A1 ですよ。そら、だからサイソン選手も昨日の感じだと、いや、だから処理してくださいスルー。そう、ただ俺は昨日のレース見ちゃうと落合さん逃げちゃうんじゃないかなって思いますね。いや、なんかこれ、2は2で攻めてくるし、3も3で攻めてくるじゃないですか、はい、で、どっちも取らせないようにって言った時にミスる可能性があるんじゃないかなって。ああ、ファラウェイ方式ね。3がまくりに来てそれをガードしてたら2に行かれる、もしくはまあその逆でもいいですけど、っていうところに4がどう絡んでくるのかっていうところを、で、意外と1がそこまで硬くないのかなって僕は思ってます。要は2と3の選手が うまくなかったら多分いけるとは思うんですけど、ただね、負担でかいんじゃない？ジューボク選手がダントツの、でも気に入っちゃった。そうなんですよ、それなんですよ。刺激、やっぱ足はいいんだな。5-5。いや、6付いてるからね、今日。刺激さんもやっぱあれだね、昨日のは自分のミスだって談話があるね。あ、本当ですか。初戦は自分のミス、足は悪くない。なるほど、そういうことだったの、刺激さん。絶対聞いちゃダメな気がする、今日6は。そうだね、あるね。6ある、6、6ある、6あるね。いや、クリさん、これですよ、一応。いい、お前の意見はもう二度と聞かん。二度と俺の目を見るな。目をしっかり目に見た。見るな。やめろ。見て喋るな。私の解明はもう、今回はちょっと、絞りました。他は買いません。もう、みんなの言ってることがどれももっともらしくてですね。全部信じちゃうと、全通り変えなきゃいけなくなるレベルになっちゃったんで、てか原点にちょっと立ち返って、ここで一回冷静になりたいと思います。14からいきます。1346と、ちょっともうなんか迷子になってきましたね。一回やっぱ当てとかないと、これダメだったらもうちょっとキュッとしますわ。次キュッと勝負します。これあるな、これあるなって買い続けたら、よくわかんなくても36ってなっちゃう。346頭の、5切った
全然。あとはもうこれ、ジャスティンが切った1位頭の1差しろ、2差しろ。45点ってやばいぞ。買いすぎやろってなんですけど。ちなみに俺も当てたくて当てたくて、でもどっかで美味しい思いもしたくて36点。どっちから大丈夫かな大丈夫かな。吉原清と初戦は4着、ただ挽回していくようなそんな雰囲気の足色さえも披露していました。4号艇の藤田はスロー4に合流で、田中宏子が五角戦でサイアウトル号艇の進撃テレ飛行。6また絡むのかな。なんかありそうっすよね。ありそうっすね。なんかちなみにもう当てたすぎて僕気づいたら36点買ってたんですよ。36 それショーが当たりさらに上を行ってて、なんで45点。 45? いや当たるでしょ。あの一応計算上3分の1で当たることになっちゃうんですけど、だこれで外すしかないな。やばいね。やっぱ変なものと戦ってる。なんかこれあったんすよ。前借りブラザーズって言われてたお前が言い出したの。前借りは絶対にやめましょう。今日頑張れよ。いくらずつだ。あげとりあえずスタート横ばい。横ばいですけど、1いけんじゃねえの。あ、1逃げるなぁ。あ、3番。よっしゃ。マジ5はダメ。まくった。これはまくった。3-1。はい、簡単。あっちのブラザーズどうしたか。前借りブラザーズは当たってる。しないしない、前借りなんてしないしない。3-1。どうした。マジか。で、こうなるから4。3-1-4。いや、3-1-6のが高いね。6のが高い。絶対高い。これきついせいだよ。俺、5来たらダメだ。俺も5来たらダメなんよ。5はダメ。え、5はダメだよ、マジで。うわ、やめろ。6だ、やった。やだ。5ダメだよ。いや、大丈夫ですか、大丈夫ですか、大丈夫ですか。いや、6だ、6来た。6だね、6だ。やったー。あ、これやっぱりまた1と3と6の絡み。1、3、6ボックス今日勝てれば3回当たってんだよ。すげー。ちょっと。よっしゃー、やった。1日2戦。ダメじゃん。だから、だからただのオカルトじゃないですか、先生。マジか。うわー、高い。いくら。12,000円。やりました、やりました、やりました。よっしゃ。僕も勝ってます。2頭、3頭、4頭で勝ってたんですよ。なんだその見せ方。今のネタでやってるけど、お前最初の時もらった。俺 CM のクレジットカード出すやつじゃない。何やってたの間で。間でシャーじゃない。偽物つぶしやろ。先生大丈夫ですか今日。先生やばいね。木村さんいなくてよかったっすね今日。いつもいない方がいい。木村さんいたら今のとかお前何言ってったよ。いたらもうちょっと真面目に発言してるから。136でこれ316のボックスやばいね今日。ショーもずっと買えば316。もう債務ってショーっぽいじゃない。やばい。債務整理、債務整理しろよ。なるほど、ゴッド気分で買えばいいんだな。それはあるな。じゃあ俺315最高リーチ目なんですよ。そうなんですよ。ああ本当に無意味。じゃあヨーロッパとかねえわ。負債債務無意味だ。俺だけに向けてボケるのやめてください。ちょっとみんな落ち着いて。あの各自でギャグやってくる。各自でギャグやってる。先生が今ヨーロッパねえわとかやってた。先生俺だけにギャグやってた。全然面白くないやつ。リーチベボックスとかね、よくあるからね。はい、ということで、5レースです。次が、つくい選手の陰線。結構ね、よく見る選手、つくい選手で、2号手が弘中選手、3号手がね、船岡選手。今節優勝あんじゃねえかっていう。これまた 1-3 の流れよ。そう、だ今日多分ね、そういう番組の組み方してる可能性があるんですよ、ね、で、4号手が新田優里選手。昨日ね、頑張って、競って3着に入って僕ら良かったですよね。当てさせてもらったんですよ、うん。5号手が加藤選手ね。加藤選手も昨日見てる感じではいいと思います。着には入りそう、うん、
そして松本選手、またそうなると1と3と6の絡み、こちらおすすめとなっております。どうでしょうかね、どこまで続くか、どこまで続くか、これでも楽しいんですよこれ。結構続くときあるよね。続く、いや債務あるな。債務、債務かい、債務、債務、イザムもあるかも。イザム、あ、イザムね、はい、同じ、大体同じボックスね。じゃあ、あっちさん、じゃあ、ショークに聞いてみましょうか。これは船岡選手じゃないですか、頭は。さあ、頭強いですもんね。今見てもやっぱりもう別格で強いなって感じなんで、4-5-6流しとか。ほう、うん、俺ね、あの中竹さんとクリはまだ1回も当たってないですよ、今日。はい、そろそろタバコ吸いった方がいいと僕は思うんですよね。あ、紹介しましょうか。そうだ、どうしようもない時にいるんですよ、うん、うちのちょっとアドバイザーが1人。おう、タバコ吸いかないと会えないですけど、あのタバコしか興味ない、タバコとボートでしか興味ないおじさんがいるんで、ちょっと聞きに行きます。じゃあ僕紹介しますよ。でアドバイスくれるんで。でもやっぱ行く気ねえし。行くよ、行くよ、タバコ吸う、行きましょう、行こう。さあ今日はいるかな、土曜日だからな。やつはサボらないですよ。久々、隊長、あれ隊長、久々ですね、隊長。あ、どうも初めまして、初めまして中竹先生です。あ、よろしくお願いします。僕このボートバカ時代で初めての勝利は、はい、この中さんアドバイスか。とりあえず今天気をちょっと見てたらですね、船岡さん、はい、3番この方がですね非常にいいです。で次にいいのはですね、実際言うと6番松本さん、あーやっぱ36の絡み、36でここ申し訳ない5番。3-5のボックスラスターは絶対勝ってるから3-5の、うん、3-5のボックスラスター、うん、ラスターについてまず説明した方がいいと思うけどね。そう、まあ、赤と黄色と緑が大切でして、ラスターカラーなんですね。あ、なるほど。ただ今回この3-5を推奨できるんですけども、3頭の6号、うん、1-2-4、3着付けで、あもしかすると3-4っていう目はあるかもしれない。3-4はつくからね、3-4買いたい、つくよね。3-4-3-1が本当は一番だろう。ラスターが良すぎてラスター買っちゃうんですけど、3-4-3-1は買いたいです。いやーでも絞りたいは絞りたいんで、俺がここに来てつくい選手じゃないかなってちょっと思ったんですよ。でも絞ってください、ある程度、じゃなくて。いや、これ本当勝ちに行くんだったら、取りに行くんだったら3頭ですけども、4かね。なげ、何回同じことやってんだよ。でも僕ね、3頭の3-5、元に戻った。これでも下手したら2-3で、作りがあまりにも強すぎたら2-3って見えます。増えてんじゃねえかよ。3-3-6、3000、いやいや、でも3… もう行くぞ、時間ねえよ。行こう、参考になんねえわ。埼玉のおじさん2人残しちゃったよ。埼玉のおじさん2人残し、飛んで埼玉やってるし。はい、5レース、私はまあバカの一つ覚えで1-2-0ベースに、まあ、なんか1と6と5と3がどの頃の皆さん言ってるんで、まあ、それもちょっと薄めに買ってみました。それだけです。はい、というわけで、こちら、3から5-6、2-4-5-6、まあ3-5-6-5-6、まあ、ご中さんのもう信じます。もうここはもうやっぱ妖精に生かされてきた僕でもあるんで、一緒に中さん信じします。いや、勝ちます。ですね、カメラが止まって皆さんが中さんの方に行ってる間にですね、本当の妖精というか高橋アナウンサーが、この辺降臨いたしまして、とにかく2がね、ピット離れの時にいい傾向が出てると、浮き足があるモーターが、ある時の傾向があるということで2を強くお勧めしていたので、2頭からで、3頭こちら来た時の1号っていう目も買って1万2000円ですね。
そろそろ行ってくんないとっていうところが当たってくれますよ。本命の、3頭これはまず300円ですね。3000の、1ゴロ12点で、あともう一つなんですけど、高橋アナウンサー来てみたて2323の前これを200円買いました。ジャスティン・ギーですよね。ちょっとドリームを見て5-3-0もちょっと一応押さえてきました。3と2がまくりに行って空いたとこ5をまくり出す5-3-0これでいきます。一番俺はね、あの面白かったのが中さんと中竹さんが同い年で同じ埼玉出身でのが一番面白かった。シンパシー、いや香ばしいメンバーで、その世代の埼玉県民は香ばしいな。あの僕らはですね、うん、2人が中さんのところに行ってる間、うん、あの本物の妖精的な、はい、本当の妖精、妖精がいる、高橋アナウンサー、絶対そっちじゃん、はい、もう絶対そっちの方がいいわ。がやっぱりあの2の選手、弘中選手を知ってたんで、全然話違うじゃん。いや2が行き切っちゃうこともありえるって言ったんで、勘弁してよ。行き切りも分かんない、俺もうないよお金。2頭も買ってます。はい、買ってます。そんな候補、平岡選手頼む。ほら、行っちゃうこれ。ほら、2だ、2だ、時間送り、時間送り、2行け、2行け、3が行く、2高い。あ、よっしゃ、大丈夫、落ちた、ゆるちゃん、大丈夫か、ゆるちゃん、落ちちゃった。あ、でも大丈夫、大丈夫、2-3、大丈夫、そして2-3、2-3、6だ。はい、オッケー、マリブ。また3と6は入るんだ。はい、マリブさん、これ1000円持ってます。結構つきますよね。1000円持ってます。うわー、2-3できた。これ高いっす。2-3、5もある。新田選手無事ですね。よかったよかった。大丈夫ですね。まあ、決まりですね、2-3-5で。うわー、2。高橋や。1000円。喫煙。高橋アナじゃん。喫煙所行かねえ方がよかった。なんで連れてくんだよ。だってそうだ、知らなかったよ。ここにいたら2勝ってたじゃん。そう勝ちました、勝ちました、全然勝ちました。さっけー、2-3-5。マンはないの、マンは多分ないです。あの船岡選手が人気なんで。あ、さあそっちの2人は取ってる。41倍です。あ、まあ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 、十分ですよ、十分。ずれるずれる、1000円買ってるんで、ここ200円持ってるんで。いやー、大幅プラスだ、これで。こっちに乗っかるしかないかな。乗っかってらんないですよ、こんなやつらに。今日乗ってるよね。そうっすね、当たり始めました。ようやくまあ、春が変えればなんとか。いや、俺そこはね、あんま考えないです、1日の収支は。いや、そうなの、普段パチスロで勝ってるとかいうセリフでしょ。パチスロもそうなんだけど、なんでそんな1日の収支にこだわっていかん。1日の収支にこだわる人でしょ。勝っても負けても通過点だよ。死ぬ時にもらったらいいんだよ。そうですよね。通過点なんだ。そうですね。いや、見るな。今ので終わりでいい。今ので終わりでいいっていうやつ。今日秋山選手、はい、誕生日ですよ。言うなよお前、さっきめっちゃ待ってたんだよ。怒って怒って、うーわー、何、チーム戦この船オリバーのすごいね。オッケー、残れ、オッケー、